どうもこんにちは。今回は中国の EV スタートアップである XPeng が新型電気自動車であるフラグシップ SUV の G9 を発表し、特に航続距離700キロオーバー 800V システムを初採用することで、たったの5分間の充電時間で200キロ以上もの航続距離を回復することができるという圧倒的な電気自動車としての質を達成しながら、さらに市街地における自動運転支援の達成など極めて競争力の高い電気自動車について、今後の XPeng の展望などを含めて徹底的に解説していきたいと思います。まず今回の XPeng に関してですが、2014年に立ち上がった中国の電気商社スタートアップであり、すでに3車種もの電気商社をラインナップすることができているわけで、特に最直近である7月号の販売台数に関しては1万2000台弱という、確かにオールタイムレコードを達成した2021年末の1万6000台と比較してしまうとややトーンダウンしているように感じるものの、少なくとも現在中国市場で群雄割拠している中国の EV スタートアップの中では最も販売台数の多い中心的な存在であるということなのです。その一方で、実はその成長中にも見える XPeng に関していくつかの不安材料がレポートされてしまっているという点が存在し、というのも XPeng に関しては現在ザオチンに車両生産工場を構えながら、ちょうど直近においてその生産キャパシティを倍増、具体的には年産20万台規模の生産キャパシティにまで拡張することができたわけですので、理論上は2022年末以降にかけて月間の生産キャパシティを倍増可能、つまり月間2万台程度の生産キャパシティを有することになったわけで、さらにグアンジョー、そしてウーハンにそれぞれ車両生産工場を建設中という、今後一気に生産能力を拡大させていく方針であり、ここまで聞けば特に問題がないように感じる方が多いとは思います。しかしながら現在中国市場で XPeng の車両を購入する際に値引きが行われている状況となっており、特に7月号の販売ですが想定を下回ってしまったことも相まって、現在のラインナップでは増強させた XPeng の車両生産キャパシティをその需要が下回ってしまっているのではないかと推測されている。特に個人的に気になるのが、 XPeng が昨年である2021年の9月から納車をスタートしている最新の P5 というミッドサイズセダンの売れ行きであり、特に極めて競争力のある値段設定を提示してきたことによって、当初は大きな販売台数を達成するのではないか、実際に当初の受注台数は順調だったわけですが、その販売台数をウォッチしてみると、もちろんサプライチェーンの混乱による生産台数の制限はあったものの、それにしても P5 の販売台数が伸びていないということなのです。こちらに関してはまさに P5 のガチンコの競合車種、具体的には10万元台の電気自動車が次々と市場に投入ラッシュを迎えているわけであり、本チャンネルにおいても以前解説していたシェンラン SL03 だったり、ネタ S、BYD デストロイヤー O5、 同じく BYD シールなどなど、とにかく劣等車の様相を呈してきたセグメントにおいては、どうしても P5 の存在が霞み始めてしまっているのではないか、したがって販売台数を稼ぐためにも値下げ対応に踏み切ってきたのではないか、いずれにしても XPeng 側についてはさらに競争力のある電気自動車を開発することが市場命題であったということなのです。そしてそのような背景において、今回新たに明らかになってきたことというのが、その XPeng が新型電気自動車として G9 という EV を正式に発表してきたということで、こちらは中大型セグメントの車種ということになり、既にテスラがモデル Y を筆頭に NIO の ES7、 アバター11などなど、こちらに関しても人気のセグメントということになりますので、まさにこの G9 が劣等車である中国 SUV セグメントでどれほどの販売台数を達成できるのかに大きな期待が集まっている状況ということなのです。それでは果たして今回正式な発表及び先行発売がスタートしている XPeng のフラグシップ SUV である G9 がどれほどの完成度を達成しているのかを、特にガチンコの競合車種となるテスラモデル Y 及びアバター11と電気自動車としての質にフォーカスして一挙に解説していきたいと思います。まずはじめにラインナップに関してですが、 98kWh という大容量バッテリーを搭載しながら、後輪側にモーターを搭載した RWD グレードと前輪側にもモーターを搭載した AWD グレードの2つをラインナップしています。次にその搭載バッテリーに依存する満充電あたりの航続距離に関してですが、より航続距離に長い RWD グレードにおいてなんと702キロという圧倒的な航続距離を達成してきている一方で、こちらは中国で一般的に採用されている CLTC サイクル基準ということもあり、実用使いにおいては全く参考にならない、したがってこちらを高速道路を時速100キロでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPS サイクルを基準に換算してみると、最長でも520キロ程度にとどまる見込み。確かにこのように捉えてみるとやや電気性能が悪いように見えますが、それでも中大型 SUV セグメントとしては中国で最も航続距離の長い部類に該当することにはなりそうです。
その一方で今回の G9 に関して最も特筆すべきはその充電性能だろうけで、今回の G9 からは最新の電気自動車専用プラットフォームを初採用、なおかつこの新規プラットフォームについては 800V システムを採用していることから充電性能が極めて高く、その最大充電対応出力が驚愕の 400kWh。 実際に Xpeng 側に関してはこの G9 を使用した実際の充電性能テストの様子を公開してきてもいるということであり、特にその電流値が驚異の600アンペアオーバーを発揮、よってこの充電セッションにおける最大出力の数値というのが 443kW に到達。したがって充電残量 55kW 分から充電をスタートさせて、たったの5分間の充電時間でもってなんと充電残量 265kW 分まで回復させることに成功。つまりおよそ充電残量 30% 分の充電をたったの5分間で完了させることができたと捉えてみると、仮に EPA 基準だとしても155km 分の高速距離を5分の充電で完了できることを意味しますので、まさに圧倒的な充電性能を達成できていることがお分かりいただけると思います。この通り満充電あたりの航続距離、そして充電性能という観点を競合のモデル Y とアバター11と比較してみても全く遜色がない。むしろ充電性能に関しては G9 が一歩リードすることすらできているわけですし、特に Xpeng についてはこの 800V システムの新型 EV の最大の充電性能を発揮させるために独自の急速充電ネットワークの拡充をさらに進めていくことも表明。なんと今回の最新の充電性能の発表会の当日にも中国国内において Xpeng の1000カ所目となる充電ステーションを建設することになり、特にこの記念すべき1000カ所目の急速充電ステーションに関しては最大電流値が670アンペアを許容可能な最大 480kW という圧倒的な充電性能を発揮可能な最新の急速充電器を設置してきた。いずれにしても Xpeng のトップであるヒー・シャオペンについては今後の電気自動車競争を勝ち抜く上でこの超急速充電ネットワークこそが大きな差別化ポイントとなると宣言し、今後もその拡充に大きくコミットする方針を表明。具体的にはこちらの S4 超急速充電ステーションをこの2022年中までに G9 のオーダーが最も多かった10の都市に優先的に配備しながら、来年である2023年中までに中国の主要都市並びに主要な高速道路上にもこの S4 超急速充電ステーションを拡充、そして2025年までには中国全土に2000カ所この S4 超急速充電ステーションを配備する方針すら表明してきたということなのです。またそのパフォーマンス性能に関しても妥協することはなく、 AWD グレードに関しては最高出力が 405kW、 最大トルクも 717N、 それによる0-100加速に関しても未だに正式な数値は発表していないながら3秒台を達成する見込み。例えばこちらはモデル Y のパフォーマンスグレードの加速性能にも引けを取らないスペックを達成する見込みということなのです。そして今回の G9 において最も気になるのがその値段設定という観点であり、こちらに関しては正式な発売がスタートする9月が近づくまではまだ公開されないものの、 Xpeng のトップのヒー・シャオペンについては最上級グレードのオプションフル装備であったとしてもおそらく50万元を超えることはないだろうと説明。するとエントリーグレードに関しては30万元後半、つまり日本円で700万円前半程度からのスタートとなるのではないかと推測可能。それではこの値段設定についてを競合と比較してみると、例えばモデル Y のロングレンジと比較するとむしろモデル Y よりも安価に購入することができるような値段設定を実現。その一方でアバター11と比較してしまうとその電気自動車としての質の総合的な観点から G9 よりもアバター11の方がよりコスパが高いようにも感じますので、今回の G9 のコスパの高さだけではなく中国の電気自動車競争が極限状態に近づいていることもお分かりいただけるのではないでしょうか。ちなみにですが、今回の Xpeng のフラグシップ SUV である G9 の電気自動車としての質以外の内外装や先進性についてを簡単に見ていきたいと思いますが、まずは何といっても Xpeng の売れ筋商品であるフラグシップセダンの P7 のデザインを踏襲したかのようなエクステリアデザインによって非常に洗練されたルックスに仕上げることができていると感じますし、さらにそのインテリアについてもインストルメントクラスターとは別に車両中央から助手席側にかけて 14.96 インチのタッチスクリーンを2つも隣り合って搭載することによって運転手だけではなく乗客の快適性も追求。当然このレベルのセグメントとなればシートヒーター、シートクーラー、シートマッサージ機能は当然のこととして、さらに前席側のイージークローザー機能も追加。さらにはその音響システムに関しても高級スピーカーメーカーであるデンマークのディナウディオとタッグを組んでなんと28ものスピーカーを搭載して、その合計出力が驚愕の2250ワットという
おそらく世界で最も強力なサウンドシステムの一つ。ちなみにテスラが発売中のモデル S プラットで導入された最新のサウンドシステムに関しては22ものスピーカーを搭載しているものの、その合計出力は 960W。 もちろん合計出力の数値が高ければ音響システムが優れているとは言いませんが、このような EV としての質以外のスペック対決がさらに激しさを増しているということなのです。そして何といってもこの X-Pen の G9 については X-Pen の最新の自動運転システムである X-Pilot 4.0 に対応することが可能であり、2つものライダーを合わせた合計して31ものカメラやセンサー、さらには NVIDIA 社の Orin X という高度自動運転用の半導体チップも2つも採用よって、その演算能力についても毎秒508兆回という極めて洗練されたハード面、そして X-Pilot 4.0 におけるソフトウェアを組み合わせることによって、ただ単に高速道路上における自動運転支援機能だけではなく、一般の市街地走行における自動運転支援についても対応させることが可能となり、 X-Pen の目指す完全自動運転となる X-Pilot 5.0 まであと1段階に迫るという、いずれにしてもこの X-Pen に関しては自動運転に社運をかけてリソースを集中投下しているわけでもありますから、この X-Pilot 4.0 の質がどれほど達成することができているのかは実際のオーナーによる検証などとともに最新情報をウォッチしていく必要がありそうです。このようにしてついに発表された X-Pen のフラグシップ SUV である G9 に関しては、これまでのプラットフォームを刷新して次世代型のプラットフォームを初採用、特にシリコンカーバイドを採用したパワー半導体を採用しながら 800V システムに対応させることによってその効率性を大きく改善、さらに 400kW を超えるようなその圧倒的な充電性能を担保するために 480kW 級の超急速充電器を今後3年間という超短期間もの間に中国全土に2000箇所も配備させるという極めてアグレッシブな電動化戦略すらも立案。なんといっても X-Pen が車をかける自動運転システムについても最新鋭のハード面を搭載しながら市街地走行における自動運転支援も達成するなど、いずれにしても一部で噂されている需要の低迷に関してこの X-Pen が新型 EV である G9 でどれだけ挽回することができるのか。ちなみにですが、既に先行発売をスタートさせている G9 についてはたったの24時間もの間に 22,819 台もの先行受注台数を獲得することすらできていますので、実際の納車がスタートする2022年第4四半期からの販売台数にはがぜん期待していきたいと思います。中国製 EV いってらっしゃい。